はい、皆さんお疲れ様です。次の日異味用の食料品店プレイしていきたいと思います。今回のが次の日の多分最新作、10周年記念って言ったから結構やっぱり歴史あるゲームなんだよね。で、10周年の10作品目の記念作品らしいんで、多分気合が入ってるでしょうなんで楽しみにプレイしていきたいなと思います。食料品店、まあちょっと字がおかしかったけど、まあスーパーなのかな。うわお最初からだね。閉店後のスーパーでは異味用に飲み込まれるよう速やかに退店してください。そんなスーパーで働きたくないねだって締め作業あるでしょ、どうしてもスーパーって。あ、え、珍しい、なんだこれ、履歴書。なにこれ、なにこの機能。キリタチユミちゃん、キリタチって名字かっこいいな、羨ましい。俺もキリタチにすればよかったかな。剣道部一本でしたが高校へ入り文武両道を極めたいと思い、初めてのアルバイトは本んネクストデイマート、あ、スーパーの名前かな。はいはいはい。私は明るくハキハキした性格です。幼少の頃から剣道を習っており、そうね、やっぱりこういう武道とかやってるとね、イメージ結構いいですよね。平日は放課後の5時から9時、おー、土日は部活の金あるから相談。はいはいはい、いいんじゃないですか、可愛らしいしね、採用。次、目黒アスナちゃん、15歳。はいはいはい。私はアイドルを目指していて、一人暮らしするためにお金を貯めたいと思い、アルバイトをしたいと考えました。ほうほう、まあいいんじゃない？なんか、頑張ってる感じがあるよね。ネクストデイマート様は、近所であるので通いやすいと思いました。目黒という名前は、芸能人が多く住んでいて、運命を感じたからです。ちょっと頭がお花畑な感じなのかな？私は可愛いものが大好きで、チャームポイントはお下げ髪です。早くお客さんに顔と名前を覚えてもらえるように頑張りたいです。趣味は六法全書を読んでいます。この子面白いな。ギャップで攻めてきたか。なるほどね。そうか。平日。平日1時間のみ働けて土日は入れない。もしモデルの仕事が入ったらお休みさせてほしいです。そうか。採用。まあでもね、採用すんの？マジで？本当ですか？店長？店長？絶対あれでしょ。ちょっと可愛いなと思って採用しちゃったでしょ。いや、まあまあまあ仕方ないね。店長も男なんだなってことにしときましょう。まあでもちょうどね、その時間帯働ける人がいないとかだったら可能性あるからね。これあれだね、あの踏切にいた男の子だねやっぱみんな同じこと考えたんだ、あのビスコにしか見えねえって。あ、これキリタチちゃんだ、文武両道の子だね。はいはいはい。主人公はじゃあこのキリタチちゃんなのかな。下の名前忘れちゃった。これはなんかスーパーで品出しとかなのかな次の日くんタイムサービス、あれはあれだよね、化け物じゃないんだよね。え、カートにさ、頭の上にカゴ乗せるみたいなのあるんだ。俺割とねスーパーマーケット好きなんですよ。スーパーマーケットってフルネームで行ったの久しぶりだな。スーパー見るの好きで割とね行くんですけど、なんか雰囲気がいいよね。鏡か。キリタチ先輩。これ絶対あれでしょ、モデルでしょ。あ、でも意外と、背が高いわけじゃないんだね。なんでメグちゃんだけ名前特別にメグなの？ずるくない？メグ、お疲れ様。今日はお店の人数足りてるから、私たちは上がってほしいって店長が言ってましたよ。お前1時間も働けてないってことでしょ。ほんと？それじゃあ帰ろう。はーい。メグだってさ、1時間しか働けないんだから、早上がりしたらさ、え、腕組まれてる？え、何これ？ちょっとメグ、怒られるよ。どういうこと？え、そういう、心配すぎですよ。え、そういう関係なの？違うよね。お客さんに見られたら、どうするの？え？私は構いませんよ。え？メグちゃんが、一方的に、まあ普通にあれか、女の子同士で腕組んで歩くみたいなもんか。あるのかな？わかんないけど。あ、店長、お疲れ様です。お疲れ様です。ん？キリタチさん、また万引きが増えてるので、不審なお客さんがいたら教えてください。メグちゃんは別に何もしなくていいよ。はい、わかりました。メグロさん、勤務中はちゃんとしてください。はーい。あ、一応注意するんだね。それじゃ、今日は帰っていいからね。店長あれなんだ。なんかなんていうの？メグちゃんの色香に騙されてる男かなと思ったけど、ちゃんとそういう注意はできる男なんだね。見直したわ。さ、行きましょう、先輩。
ほーん。まあでも日頃からこんな感じなんだろうね。首にはなってないけど。じゃあでも早上がりだから、めぐちゃん多分30分とか分しか給料入んないけど、いいのかな？で、暗転して、もう次の日に、あ、ならない。バックヤード。身支度を整えてお店に出ましょう。はい。あれ、桐立さんじゃない？あの写真。桐立さんを見習ってください。だからなんで？え？あー、なんか疎まれてる？他の、ちょっと主婦の方とかに。めぐ、今日もお疲れ様。店長、万引きが増えてるって言ったけど、本当かな？ねえ、先輩。何？私、見ちゃったんです。メグ？え？何を？メグ？顔色悪くない？この前、閉店後の店内で、戸締まりチェックしたら、確かに、見たんです。なんやかんや1時間以上働いてんだな。鏡から、青い手が出てきて、お店の商品を持って行ったの。万引きが増えてるの、きっと、あの手が原因なんですよ。手が出てくる？どういうことだ？青い手？いや、やだな、メグは。そんなこと言って。冗談なんでしょ？信じませんよね。こんな話。あのさ、普段ふざけてる子がさ、急にマジトーンになった時ってさ、すげえ怖いよね。わかるわ。ね、先輩、一緒に帰ろ。メグ、本当なの？わかんない。でも、キリタチパイセンと一緒に帰りたくて、ちょっとね、そういうこと言ってる可能性もね。ダメだな、俺。メグのことを全く信用してないわ。あ、ユミちゃんね。ユミちゃん。はい。次の日。まあまあ、まだ普通の次の日だね。最終的にね、次の日になるから。でもそういう話を聞いたから、ちょっとずつ、あ、閉店後だ。これ。ホタヒカ流れてるもんね。はぁ。もう閉店か。帰ろ。昨日あんな話を聞いた後にさ、閉店作業。なんか完全に、念能力者みたいだな。え？何にもない空間から腕出てた？え？顔は話が違うじゃん。青い手が出てくるって話でしょ？あ、つぐの日くん。持ってかれちゃった。あ、でもよく見たらちらほらいるな、上とか。これは、あ、気づくんだ。え？あ、よかった。あ、拾え拾え。拾いなさい。文武両道。ほら。缶が落ちたら拾いなさい。でもあれだね、なんか手だけかと思ったら、普通に顔とか、いろいろあるんだな。桐立先輩。メグちゃんだ。あ、メグちゃんもいたんだ、今日。メグ、お疲れ様。ここでにっこりしてんのがいいね。ん？暗くて怖いし、早く帰りましょうよ。え？うん、早く帰ろ。え、なんか、俺結構メグちゃん好きになってきたな。こんなんされたら好きになっちゃうよね。お？なんだ？ん？何の音？なんて書いてある？え？ああ、見えなかったな。なんて書いてあった？テーテーって書いてあった？やっぱ幽霊も尊いって思うのかな？私、暗闇が怖いんです。怖いんです、先輩。暗闇が怖い？もうちょっとだからね、メグ。え？あ、なんかいるよね。やっぱ手が出てるんだよな。完全に今、あれだな、レインボーマウンテンパクってたな。結構俗っぽい幽霊だね。てか、食べられんのかな？パクったとして。それともパクること自体が目的なのかな？え？バックヤードにこんなゴミないだろう。もっと外ならわかるけど。怖い。え？こっから出して？先輩？こっから出して？え？どういうこと？万引き犯に注意。あ、こういうのあるんだね。へえ。やっぱバレてるもんなんだろうね。いや、やってないですよ。やってないですよ。早く、休憩室へ行こう。え？ん？キリタチパイセンはなんか知ってんのか？もしかして。え？
なんかリアクションが若干おかしい気がするよね。あ、鏡映るんだ。喫煙所、搬入口。え、何これ。あ、ネズミ。え、このスーパー衛生最悪だぞ。あ、これあれじゃない、さっき手がネズミ持ってってて倒したのかな。あ、じゃあいい幽霊の可能性がゼロではないね、もしかしたら。ん？あ、そういえばこの写真のモデル、メグに変えてもらえるよう店長に言っておいたからね。え、そうなんですか。だってモデルになりたいって言ってたでしょ。それなら私よりメグの方が適任じゃない。うわ、めっちゃいい先輩だな。キリタチパイセン、いや、そりゃ好き、あれ？ん？あー、でも譲ってもらうのは納得いかなかったりするのか。え？なんか一瞬赤くなかった？え？なに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 ？優しいよ。優しすぎるよ、先輩。私、どうしたら？は？メグ？どうしたの？え？停電？え、え、え？あれ？忍びか？え、なんで？さ、行こう、先輩。これさ、メグちゃんはさ、もう、連れてかれてたりする？もしかして。映る？鏡に映ってんのかな？あ、でも、ん？まあ、黄色いバンダナ映ってる気がすんな。あ、でも、まあ、ちょっと青いのは無視しますけど、え、森塩とかしてんの？牛の国神社。かな？あー、なんかちょっと怪しいな。あ、店長だ。店長、お疲れ様です。この人を探してます。店長、戸締まりチェックが終わりました。あ、桐田さん、残業してもらって悪かったね。いえ、大丈夫です。ん？近づくな、それ以上。ねえ、桐田さん、大丈夫？店長大丈夫？え？あ、後ろ、目黒さんなんだけど、今日どうして来なかったか聞いてない？え？は？え？ 148センチ痩せ型、目黒アスナ。アルバイトの帰りに所在、昨日か！昨日行方不明になったの？メグ？目黒さん、昨日から家に帰ってなかったみたいなんだ。今日ご家族から、捜索願いが出されたらしい。そんな、え？じゃあ、え？は？レジと、あ、でも、メグは、今、ここに。メグ！メグ！え、なに、え？うわ、袖に青いのが、袖に青いのついてるよね。え？あれ？私、メグと。キリタチさん、それ、何持ってるの？ん？何？わら人形？紫色のマフラーをしたわら人形。しかもなんかすげえ臭そう。ハエがめっちゃたかってる。何これ？どうして私、こんなものを？落とし物なら、お店で預かっておくけど。あ、はい、お願いします。そうだね。店長に渡しちゃった方がいいね。その方がいいと思う。なんか、どう見てもやばそうなもんだし。これメグちゃんだよね。メグちゃん目がないタイプなんだね。へえ、珍しいかもしんない。メグが失踪した。あったあるやんけ、目が。なるほどね。まぶた閉じると、この縁がわかんなくなるタイプの女の子なんだね。次の日。あー、面白いな。メグちゃんもう、初日でいなくなっちゃったんだ。はー。え？テーテーかな？はぁ。消えないな。いたずら書きってこと？あ、店長、今日も残業してもらって悪いね。落書き消えた？多分キリタチパイセンのことさ、かなり好きだよね。店長超お気に入りな気がする。それが全然消えなくて。うん、子供のいたずらかな。あ、この落書きの、ん？鏡の裏から、え？鏡の裏から書かれていませんか？え？バカなこと言わないでよ。それめちゃめちゃ怖いぞ。それはめちゃめちゃ怖い。これは怖くないけど、鏡の裏に書かれてたとしたらめちゃめちゃ怖い。仕方ない、
上から紙を貼って目隠ししておいてよ。わかりました。後ろにメグちゃんついてるけど大丈夫店長。お前メグちゃんに何かしたんじゃねえだろうな、まさか。え、だとしたら許せねえんだけど。はあ、なんかあれだね、キリタチパイセンも結構結構ワイルドな隠し方するね。透けてるけど大丈夫かな。ん、なんかついてきた。メグちゃんだ。うわー、掃除めんどくさいやつじゃん。てー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 。はあ、まあ確かにキリタチパイセン尊いよな。あの文字鏡の裏から書かれてるような感じだった。あー、てーすーけなまってるな。てーすーけて、助けてか。声に出して読むと助けてって聞こえるんだよね。うわ、え、奥の部屋めちゃめちゃ怖いぞ。え、見えるこれ。多分これ主婦の方だったんだろうね。で、めちゃめちゃ無事発見されましたね。大丈夫です、大丈夫です。よかった、無事で。安心したわ。出てきたちょっとやだー。え、これついてくる？なんか寝ちょってるもんな。これ後ろ這いずってきてんじゃないの？あ、閉めちゃう、閉めちゃう。ついてきてるー。吉村？臭そう。また停電？ライト？ん？あ、え？あ、スマホか。ブレーカーが落ちたの？うわー、やだろうね。でもさ、キリタチパイセンさ、すごくない？万引き多くない？なんだろう。あんなさ、夜に青い手が見えるみたいなさ、話を聞いた後にさ、この停電したとかだったらさ、もっと取り乱すと思うんだよね。吉村さん美人だね。めちゃめちゃ綺麗じゃない？てやすけて。あ、聞こえてんだ。きゃ。え、これ見えてる？吉村パイセン。見え、あ、メグだ。むきょう。向こうか。本当にこれ、でも合ってんのかな？え、なんて？それ、メグの名札？え、向こうにいるってこと？え、腕ほっそ。もしかしてメグが来てるんですか？あ、吉村さんのこと見えてるんだ。おまはひゃ、あ、お前がむげ悪い、むん、むげ悪い、みがわかんないや。あ、ありがとうございます。え、今の解読できた？わかった。むげ悪いがわかんなかったんだけど。なんだ？むなげがなんだって？いや、吉村さん絶対味方じゃないよな。どう見ても味方じゃない。あの人、外国の人だったのかな？え？誰？吉村さん？吉村つってんだろ。言葉が聞き取れなかった。あ、わかんないけど、とりあえずリアクションしたのか。まあ、まだバイトにね、どんな人いるかとかわかんない時あるもんね。でも、名札に吉村って？店長？まあでも、日本人と結婚してっていう可能性があるから。そう、吉村ビクトリアとかそういう可能性もあるから、ね。店長？え？鏡の向こうにいた？え？ってこと？か？そうだよね。バックヤード汚すぎない？誰？え？あ、これ万引き犯たちじゃない？え、制裁されてんじゃん。いや、やりすぎでしょ。いや、確かに万引きは悪いことだけど、目に釘を刺すのは、ちょっとやりすぎなんじゃないかな。制裁を加えるにしては。え？怖いな、店長。そこまでしなくても。うわ、招き、森塩とか親代が、壊されてる。塩も真っ黒になってない？真っ黒ってか真っ青。あ、誰？メグ？メグか。爪研ぎしてる。猫科だったのかな？メグ。メグ？そこにいるの？あ、姿が見えてるわけじゃないのか。青い状態見えないのかもしれないね。さっき吉村さんは、白くなってたから、普通の人っぽい姿で出てきたのかもしれない。あ、開けるよ。あ、ドアの向こうか。え？いや、鏡がやめろって言ってる。え？どういうこと？え？この社が悪なのか？どっちだ？
どっちだ、この社が導いてるのか、あ、いや違うわ、守ってくれてるわ、帰れた普通の世界に。あれ右側でしょ、吉村ビクトリアさんでしょ多分。あれ吉村ビクトリアとメグちゃんだと思う。林、桐立、田中、稲田、メグ、先輩か。先輩。でも、メグロちゃんはさ、初日、二日目だっけ？なんか、連れてくのを迷ってる感じだったよね。なんか葛藤してんのかな？先輩を連れて行っていいものかどうかみたいな。いや、それはダメだろ、普通に考えて。でもやっぱ、あんな風になったら、なんだろうな。割と結構先輩懐いてたから、知ってる人が欲しいというか、助けて欲しいって思っちゃうのかも、連れてかれた。ゴミ回収してくれんだ。そういうんだったらちょっと欲しいな。あ、メグ。メグ。いるのかな、中に。ロッカーの中。メグ？そこにいるの？開けるんだ。すげえ勇気だな。え？え？むげ悪い。お前が悪いみたいな感じか？胸毛が悪いかお前が悪いのどっちかだね。パイセン胸毛生えてんのかな？これ、どうしてここに？あ！あれか、天井に渡したやつだ。で、右にクソデカメグがいるけど。無芸悪い。これさっき、吉村さんが言っていた言葉？お前、ひゃーひゃー悪い。お前が悪いか。前が悪い。青い世界に行くと、滑舌が悪くなってなまるんだ。これ、メグが私に渡そうとしているの？でも、メグはどうしていないの？先輩。見えてないんだよね。青い姿は見えてないんだよね。でも触られたとこさ、青く色ついちゃうんだよね。鏡見たらもしかしたら、なんだ黄色？紫はあるけど黄色ってなんだ？次の日。これ多分普通の次の日だよね。だからまだ最終日じゃないと思う。いや、だいぶ世界おかしいが、多分まだ最終日じゃないんじゃないかな。メグはこのスーパーのどっかにいる気がする。これあれじゃない？ 3 話のお母さんじゃない？いやでも3日目だからだいぶ世界がおかしくなっては来てるよね。メグはこのスーパーのどっかにいる気がする。昨日のパートさんにもう一度聞きたいけど、吉村さん？誰に聞いても今は働いてないって。吉村舞さん。ビクトリアじゃなかったね。いついなくなったんだろう。4月19日。今が何日なんだ？昨日の人、確かにこの人だった。助けて、この人も助けてって言ってんのか。名字にあった、吉村って、行方不明になった、吉村舞さん、なの？自己主張激しいな。でも、結構にっこりしてるから、あれじゃない？向こうの世界でも結構楽しく過ごしてんじゃないの、吉村は。どうしてこの人がメグの名札を持っていたの？もう一度探してみよう。いや、さすがに文武両道切り立ちパイセンはすごいね。これは汚い。これは違う不快感がある。てか待って、店の中これはまずいだろう。店長誰が買うんすか、あの焼き芋。焼き芋。文字が、そうだね。変わってるね。パン、ピアヌ。なんか法則があんのかな。キャッ。ついに普通に店内も停電か。また停電？でも今営業中じゃないの？ライト。わお。誰？今のあれかな、万引き犯たちかな。大変。ブレーカーが落ちたの？いや、それどころじゃないよね。次の日やっぱいなくなってるわ、持ってかれて。お客さんいるじゃん。ちょっと店員さん、どうなってんのよ、これ。か、
確認してきますのでお待ちください。うわ、下打ちだ。嫌なやつだな。こういうトラブルあるだろ普通に。いや、ないな。うん、え、聞いたわ。あまああいつは連れてかれて叱るべきだな。問題ない問題ない。あれ、あ、ちょっと待って、お子さんはちょっと、ちっちゃい子はちょっと許してあげてくださいよ。ああ、消えたの、びっくりしてる。え、これリアルタイムで消えてるな。そうだね、今だって子供が消えてびっくりしたよね。リアタイで消えてるわあれ。え、いや、舌打ちおじさんはいいけど他の人はな。どこなんだよここはよ。あ、そういうこと？助けてだよね、後ろは。あ、もう鏡の裏の世界っていうか、裏の世界に連れてかれちゃったんだ、さっきのおっさん。じゃあ、店内で、暗闇の中にいると危ないみたいな感じなのかな？思ったより無差別なんだね。まあ、もしくは、先輩に絡んだから、モエクが連れてったっていう可能性もある。あ、意味よ。かな？漢字も書けるんだ。なら助けてって普通に漢字で書けばいいのに。うわ、反転してる。あ、鏡だからってこと？ってことかもしんない。非常用。あ、何？店長かな？あ、違う、メグだ。ホワイトメグだから、これは見えてる。ちょっと首おかしいけどね。腕もおかしいわ。骨だけみたいになってる。赤べこメグ。メグ。どうした？メグ、探したんだよ。え？え？いや、スルーか。ん？あ、あ、腕組むのか。え？いや、メグ？どうなんだろう。休憩室に行くの？いや、俺結構メグ、好感度高いからな。なんか許してあげたくなるけど、でも悪いことしようとしてんのかだよな。今までどこにいたの？喋れんのかな。やっぱなまっちゃってんのかな。捜索願いも出されていたんだよ。ね、ねえメグ、なんで笑ってるの？あ、これあれか、笑い声か。うふふって言ってんの。あ、うふってんのメグか。あー、わあ、パイセンの写真も反転してるのかなこれ。あんまりわかんないけど。鏡には、あ、店長、キリタツさん。目ガンベラキ。て、店長、お店が停電して。それどころじゃないんだよ。何？この場所にいちゃいけない。え？でも、メグが。メグ？メグロスさん？え？やっぱりお前がなんかしたのか？まさか。あの子がここに呼び寄せたのか？て、店長？メグはここに？うわぁ、出してくれ！何？何を知ってんの店長は？何なの？すげえ小走りなしてるんだね店長。ペンギンみたいな生活すんな。行こう、メグ。お店の電気、つけに行かなくちゃ。そうはならないでしょ。桐谷パイセンさ、今の店長見てさ、冷静すぎるでしょ。文武両道ってすげえんだな。へぇ。弓道部じゃねえや、剣道部って、すごいんだね。やっぱ心が強いわ。あれ誰？あれメグじゃないの？誰だろう？あ、吉村さん？かな？よし？よし、どうした？爪研ぎ急にやめて。あれ？よしからなんか来るかなと思ったら、ハエか。ハエは普通に不快。不快。不愉快オブ不愉快。虫が苦手って人いるよね。ホラーは大丈夫だけど、虫が苦手って人もいるから、ちょっと勘弁していただきたいな。え？透けてんじゃん、メグ。待って。ホバー移動してるけど。そこには突っ込み入れないのかな？ん？足音変わったな。なんだ？さっきまでヒールっぽい高い音だったのに。あ、なんか、あれかな？なんか引いてあるのかな？でも別に濡れてる感じでもないから、なんだろう？足音変わった意味なんだ？はぁ、あ。わぁ、向こうにみんないるじゃん。オールスターだよ。先輩。メグ？どうしたの？青いオーラまとってるけど。この人形、メグが私に渡そうとしていたんでしょ？
私、メグともっと話がしたいの。先輩、ここ、開けるよ。先輩、マジでいい人だな。これは尊、え？は？あ！入れ替わった？え？あ！お前、そういうことか。先輩。お前、マジか。言葉が、戻った？え？お前さ、元の世界に戻るためには、誰かを、と入れ替わらなくちゃいけないみたいな話？もしかして。メグ？メグ、だから先輩呼んでたの？うわぁ、マジか。メグのファンやめます。どこにいるの？なんとも言えない顔したな。梅干し食べてるような顔してた。これ、最終日か。次の日。はぁ、あ。手ぎの日か。はぁ、あ。最終日だね。うわ、この目に刺されるのはデフォなの？何？こっちの世界には何か目に釘を刺してくるやばい奴がいるってことか。早く、こっから出ないと。でもこの段階でもさ、正気っていうか、気力を保ってんのはすごいな。多分普通に痛みがあるん、え？何？何？なんで？光が、怖い？光が怖い？あ、だから電気を消そうとしたのか。早く出る方法を見つけなきゃ。あの時親代が光ったのも、多分それで追い払ってくれてたんだ。でもさっき割れちゃったもんな。メグが帰ってきた時、割れてたよね。ん？何？イミヨの言葉には規則性がある。A, B, C, D, A, F, G。ああ、はいはいはい。言葉をローマ字で書き、アルファベットに上記の子音 A から Z のひらがなを当てはめ、母音アイウェイを組み合わせて言語化しているようだ。店長、店長お前結構研究したんだな。メンタルすげえよ。狂ってるよ、この店の人たちのメンタルみんな。いや、これなんか意味あるかな。まあでも大体なんとなくわかるから、多分大丈夫だと思うんだけどね。誰あれ？吉村さんかな。結構背高いけど。助けて、定数形態。キリタチ。ケルテシー。あ、キリタチ。みたいな。メグ。ムエグ。はあ、なるほどね。え？これ理解しておいた方がいいってこと？もしかして。なんかメッセージ来たりするかな？可能性あるな。裏にいるな。ドアの裏に誰かいるよね。誰？うわ、もうお社がないんだよな。こっちか、裏。そうか、こっちはもう鏡の多分裏の世界だから、そういう光物はないんだ。これ店長じゃない？店長。キリタチさん、そこに、いるの。うわぁ、もう、目が、釘じゃないんだ。え、取られちゃったの？店長、両目を、私も、片目を潰されました。冷静すぎる。メンタルが強い。傷が、痛い。医薬品売り場から何か持ってきます。待っててください。いやー、そういうレベルじゃないけど、キリタチさんの文武両道感が好感しかない。すげえな。過去の主人公の中でも一番すごいぞ、多分。え？何？キリタチさん、もう何、どうにでもなれってなってないよな、お前。一人にしないで、連れてってくれ。しっかり捕まっていてください。でも店長はなんか悪意なさそうなんだよな、マジで。うん。普通に困ってたみたい。行方不明になった人たちは、この世界に閉じ込められていたんだ。スーパーと似ているのに、出口がないんだ。どこにも。落ち武者みたいのもいる。まだ生きていた人たちは、え？ネズミや？生ゴミを食べていた？この世界を知ってんの？はぁ。あ、そういうことか。少し先に来たのか。そして、死んだら、そっか、一応意識とか生きてはいるんだ。
死んだらどうなるの？店長。ああ、メグ、あれメグ、メグだって帰れたんじゃないの？先輩、あ、でも帰れてるから、ん、違うわ、鏡の向こうにいるってことは生きてるわ。今メグの声が。メグロさん、きっと彼女が僕らを呼び寄せたんだ。さ、探さなきゃ。でもさ、現世に帰った後もあれだよね、傷治ってなかったからさ、これも帰れたとしてもどうしようもなくない？こっちで受けた傷とかが治んだったら別だけど、え、すげえいたずらされてる写真そんなにしなくてもいいじゃん。え、待って、逆からどうやって刺してんのそれ。え、どうやって刺してんだよそれ。壁の向こう側から刺してるよな。あー、うわー、店長もうダメなんじゃないですか。てか結局あれじゃない、え、何人も行方不明になっていて、いで、はあ、異名は平行世界なんだ。異名は平行世界って店長？そっか、もうだいぶ取り込まれちゃってるな言葉がおかしい。店長、しっかり、キリタツさん、向こうに明るい世界が見えるんだ。向こうも、え、いや、これだ、もう闇しか見えないのに見えるんだ。何があるかわからないけど、君だけでも言ってくれ。これはどっちだ、本当なのか、本当に救おうとしてるのかがわかんない、騙そうとしてるのか。明るい世界、店長ここで待っていてください。だってさ、吉村さんも向こうに指さしてね、で、しかもそれ嘘だったじゃん。ミグたちがいるダメな世界だったじゃん。ヤシロが助けてくれたけど、これはもうダメなんじゃないか。ひゃ、生、生、死ぬてけ、あ、これわかんない。私、こう、え、これなんて書いてあるんだろう。た、ぬい、けよ、私、私、けよ、おー、ん？現世、現世じゃない？現世、現世、こっから帰れる。本当に？いやー、キリタチパイセンの笑顔初めて見たけど、大丈夫？ダメそうな笑顔してるけど。あ、でも、でも現世向こう側に見えるけどな。現世じゃないよね、これ。向こう側に、本当の世界が、見え、その音やめてって、今、メグだった？吉村さん？どっちだ？吉村さんだ。結構、口開くんですね、吉村さん。吉村、舞さん。え、これどうすんの？逃げんの？いや、ついてくんのか。え、じゃあ、吉村さんも、え？お前、が、お前が悪いって言ってる？お前が悪い？どうして？逃げ悪いって？この人形、メグが私に渡そうとしていたんでしょう。身代わり、そうだよね。身代わり？身代わりか！私が？誰の？お前が悪いじゃないな。メグの身代わり。あー、赤べこみたいになってる。先輩。やっぱこの時、メグは現世に帰れたんだ。そんな。身代わりにされちゃったのか。じゃあ、でも現世って書いてあったのはどういうこと？あれは現世だったよね。助けて、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 助けて。助けて、切り立つ先輩。あ、待って、ちゃんとした文字だ。赤き真実。赤は、普通の文字。え、右上の誰？これが、あ、あれだ、あのババアだ。ババアって言っちゃった、ごめん。言葉が過ぎるわ。あれか、あの梅干し食べてたおばちゃんが元凶なのかな、もしかして。助けて、いや待って、メグもやっぱり助かってないんじゃないの？あの赤い文字多分メグの文字でしょ。あ、そっか、裏側からみんな助けてって書いてたから、
消すことができなかったのか、鏡に書かれた文字を。ごめんなさい、先輩。ごめんなさい。あー。そうかー。でも、てか、本当に入ってきた瞬間に出てかないとダメなのか。さ、行きましょう、先輩。メグが、私を身が、うわ。身がりなんて、そんなはず、ない。うわぁ、本当にめちゃめちゃいい先輩だな、霧立ちパイセン。ねえ先輩、一緒に帰ろ。そんなはず、メグが、私を。では誰か連れてくことができれば、入れ替われんのか。でも、どうやって人形を手に入れたんだろう？てか、どうやって分かったんだ？入れ替わる方法。何？ん？もう、だって誰もいなくない？メグか？あ、え？行き止まり？あ、そっか。うわ、ちょっと顔色がおかしくなってきてない？気のせい？現世って、鏡にしか映ってないじゃない。こんな怪我をさせられて不衛生な場所で生きられるわけない。異世に残っても永遠の闇。ああ、もう店長もか。ひっ。顔に、え？現世に戻ってても永遠の闇。待って、現世に帰ってもダメってこと？もう、ここに一回来た時点で、うわ、目が、闇の中で、現世は、呪え。現世を呪え？やめて。うわー、霧立ちパイセン、マジかー。いや、まあ、そうだよな。でもだって来て、一日も経たずにこうなる。うわ！うーわ、マジか！来て一日も経たずにこうなるってことでしょ？あ、そっか、釘ってそういうことか。牛の刻だから、牛の刻参りか。あの、藁人形に、釘を刺すみたいな。そういうこと？じゃ、人形みたいな。え？これ、現世じゃない？現世でも結局、死んだのか。あ、このゴミの向こうに扉があったんだ。現世に繋がる。そういうことか。私、けを、ていひ、し、生きてけ、ぬ、いか、ます。ごめんなさい、読めません。何だったんだろう。読める方はぜひ、コメントで。あー、今回は、バチバチのホラーっていうか、なんだろう。なんか、回を増すごとにね、救われない話というか、まあ、もともとね、救われる話ではないんだけど、こうなんだろうな、心のえぐり方というか、このおちょぎりだ。こうなんだろうな、そういう救われなさっていう演出が強くなってきてるよね。強くなってきて、上手くなってきてるって言い方だとちょっとね、失礼な言い方かもしれないけど、うん、こっちの心をえぐろうとするパワーが強くなってきてるから、いやーそうだよな、10年もやってたら、人間そういうところ磨かれてくるよな。すげえな、アイムシアンさん。うわー、パイセン。いや、メグもな、いい子だと思ったんだけどな。でもメグは悩みに悩んで先輩を連れてったんだよね、きっとね。いやまあ、でも結果耐えらんなかったのか。これ誰も助からなかったエンドでしょ？だよね。いや、これサブエンディングあんのかな？サブかトゥルーかわかんないけど。でもこれが多分普通のエンディングでしょ？結構次の日ってちらほらあるから別のエンディング。でも、分岐なかったと思うんだよな。ね、誰？あ、これあれか！霧立ちパイセンだ。うわぁ、こんな美人なのにな。ん？私の声が、聞こえますか？うわ、ちょっとここ嫌かも、俺。ちょっとゾクッとしたわ。はい、聞こえます。
牛蜜時鏡の前に来て、牛蜜時に鏡の前に来て、牛蜜時に鏡の前に来て、あー、え、リアルタイムの話してる？あ、俺今日珍しく夜じゃないんだよな。あー、いつも撮る時間だ、あ、セーブした。いつも撮る時間だったら多分そのぐらいの時間にやってんだけど、今日ちょっと違う時間なんですよね。ああ、なるほど、夜か。でもこれ今日投稿したいんだよな。編集間に合うかな。まあいいか、まあこれはこれとして、じゃあ時間を変えて、本当に時間なのかな、それともゲーム内時間。いや、ないよな、ゲーム内の時間なかったよな。わかった、もしかしたらそういうことかもしんないんで、ちょっと時間変えていずれやってみようかなと思います。はい、まあ、今回はでも誰も救われないエンドだったので、もしかしたら、あ、そっか、キリタチパイセンが声かけてるってことは救える可能性があるね。あー、やっぱそうだ、これリアルタイムかもしんない。あー、なるほどね、鏡に映ってる時計が。あー、わかりました。じゃあちょっと時間変えてやってみるか。はい、じゃあとりあえず今回はこれで終わりにしたいかなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。またね。顔真っ青のまま挨拶しちゃった。まあいいか。はい、またね。ご視聴ありがとうございました。動画も配信も頑張っていこうと思ってますので、ぜひ押してもらえると嬉しいなって思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。